茨城県大洗町にて開催されている大洗あんこう祭りが新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となり、例年開催しているガールズパンツァーステージも中止が決定。それを受け、ファンのためにガールズパンツァー最終章生配信特番第3話に向かってパンツァー4の配信が決定した。茨城県大洗町にて開催されている大洗あんこう祭りが新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となり、例年開催しているガールズパンツァーステージも中止が決定。それを受け、ファンのためにガールズパンツァー最終章生配信特番第3話に向かってパンツァー4の配信が決定した。ガールズパンツァーは2012年10月より TV シリーズ全12話放送、2014年7月には OVA の劇場上映、さらに2015年11月には劇場版も公開された大人気アニメーション。女子高生が戦車に乗って試合をする意外性とハートフルなドラマが話題と感動を呼び、劇場版は興行収入25億円を突破する大ヒットを記録。舞台となった茨城県大洗町でも継続的な盛り上がりを見せており、訪れるファンが絶えない。最新 OVA シリーズ最終章第1話は2017年12月に劇場上映され、興行収入6億円を突破。その続編となる第2話は2019年6月に劇場公開された。RR 発売まであと1ヶ月。ガールズパンツァー最終章第2話 BD 版宇宙最速上映会キャストトークショーオフィシャルレポートが到着。この度大洗あんこう祭りのガールズパンツァーステージの中止を受け、ファンのためにガールズパンツァー最終章生配信特番第3話に向かってパンツァー4の配信が決定。豪華キャスト陣が出演する。さらにこちらも恒例行事となっている物販イベントミニミニホビーショーもオンラインでの開催が決定している。最終章第3話の情報も飛び出す。生配信特番にあんこうチームサメさんチーム集結。配信概要ガールズパンツァー最終章生配信特番第3話に向かってパンツァー4配信日時2020年11月15日日曜日19時から予定配信サイトなどの詳細は後日公式サイトにてお知らせとなる。出演キャスト予定継承略大洗女子学園音校チームキャスト内上舞西住美穂役千野愛武部沙織役尾崎真美いすず花役中上郁美秋山ゆかり役井口優香冷静な朝子役大洗女子学園サメさんチームキャストさくらあやね五輪役高森夏美ラム役大地葉村上役米沢まどかプリント役七瀬明石。開催期間11月14日土曜日から11月23日月祝。開催場所バンダイナムコアーツ公式オンラインショップ A-on STORE https A-on STORE JP コピーガールズ&パンツァーフィネールプロジェクトガールズパンツァーは2012年10月より TV シリーズ全12話放送、2014年7月には OVA の劇場上映、さらに2015年11月には劇場版も公開され、高生が戦車に乗って試合をする意外性とハートフルなドラマが話題と感動を呼び、劇場版は興行収入25億円を突破する大ヒットを記録。舞台となった茨城県大洗町でも継続的な盛り上がりを見せており、訪れるファンが絶えない。最新 OVA シリーズ最終章第1話は2017年12月に劇場上映され、興行収入6億円を突破。続編となる第2話は2019年6月に劇場公開された。RR 発売まであと1ヶ月。ガールズパンツァー最終章第2話 BD 版宇宙最速上映会キャストトークショーオフィシャルレポートが到着。この度、大洗あんこう祭りのガールズパンツァステージの中止を受け、ファンのためにガールズパンツァ最終章生配信特番第3話に向かってパンツァ4の配信が決定。キャスト陣が出演する。さらに、こちらも恒例行事となっている物販イベント、ミニミニホビーショーも、オンラインでの開催が決定している。最終章第3話の情報も飛び出す。生配信特番にアンコウ、チームサメさん、チーム集結。配信概要、ガールズパンツァ。最終章生配信特番。第3話に向かってパンツァ4。配信日時、2020年11月15日、日曜日19時から予定、配信サイトなどの詳細は、後日公式サイトにてお知らせとなる。キャスト、予定、継承略。大洗女子学園暗校チームキャスト。内上舞、西住美穂役。ちぬあい、武部沙織役。尾崎真美、いすず。花役、中上郁美、秋山ゆかり役、井口優香、冷泉麻子役、大洗女子学園サメさんチームキャスト、桜彩音、おぎん役、高森夏美、ラム役、大地、葉、村上役、米沢まどか、プリント役、七瀬あふかし。開催期間。11月14日土曜日から11月23日月祝。開催場所バンダイナムコアーツ公式オンラインショップ A-on STORE https A-on STORE JP コピーガールズ&パンツァーフィネールプロジェクト。